そうするとやはりあの多くの人がですね、初めてその楽器を触って演奏できる、そしてみんなで音を出すということをやって、まあ、一人一人がやってることは非常に簡単なことなんだけれども、全体としては非常に複雑な音響の世界が出来上がって、そして、そこには一つの組織というものがある、秩序がある。でそれを仕組むのが作曲家の仕事だというわけですか。きちんと作曲された音楽には構成というものがあるわけですが、昔の音楽にも構成はやはりあるのです。たとえ最も単純な竹の楽器だけの音楽だとしても、ちょっとこの単純な楽器でやってみましょう。ここと次の間に音楽的な構成が見られます。そして叩くと共鳴しようとする感じがあったでしょう。私たちの音楽には圧倒的な音響と人々の参加があります。ですから私は文化を区別して、こちらの文化が遅れているとか、あちらの文化は進んでいると言ったりするのは間違いだと思います。また現代に生きる私たちは、歴史の研究などによって人類の貴重な文化遺産を手に入れることができるので、恵まれていると思います。日本のこの 2,3 年の状況、あるいはもっと前にも何回か日本にいらしたことあるし、外国で日本人と付き合ったりということも多かったと思うんですが、私たち日本の特に現在の状況、音楽でも結構ですが、あるいは社会一般の話でも結構ですけれども、現代のフィリピン人、一フィリピン人として、見てですね、何かそのお気づきになった、警告でもよろしいですし、何か特に強く感じておられるようなことですね、日本文現代の日本文化に対する何か、注文でもよろしいですが、何かのお考えのことございましたらお漏らしください。日本に来てまず第一に印象的だったのは、演奏会の種類が実に多いことです。民謡からジャズ、現代音楽、クラシック、アジアの音楽、日本の音楽、この多様さには圧倒されました。こんなに多いとは知りませんでした。
聴衆についても同じようなことが言えます。マレーシアの影絵人形劇を鑑賞することもできますし、前衛音楽を聴きに行った次の日に今度は琴の演奏会に行ったりするということもあるわけです。発表をする側も大衆も非常に豊かな環境にあると言えます。日本のこういう状況はとても恵まれているし、驚くべきことです。増田さんは、実にさまざまなその提言をですね、作品を通じて、いろいろな著作を通じてやってく、来られたわけですけれども、もともとは、西洋の音楽を勉強し、理論演奏そしてピアノの演奏家としても活躍された、ところが、アジアの音楽というものを調査研究して、そして、作品作曲の中にそれを生かそうとする、そういう態度をと、取るようになった、ここに大きな変化があったと思うんですが。私の場合、音楽に対する考え方や作曲法は音楽の歴史とともに変化してきました。私がフィリピンでピアノの勉強をしていた時、そしてヨーロッパに行ってさらに勉強を続けていた時、その頃の私は西洋音楽に夢中でした。誰が作曲したのだろう、ドビュッシーってなんだ、シェーンベルグはといった調子でした。彼らがヨーロッパの現代音楽を代表していたわけで、世界中が彼らの音楽に耳を傾けていたものです。ところが前にも言ったように、もう一つの新しい動きがその頃出てきたわけです。世界中どこにでも音楽はあるということに人々が気がついたわけです。アフリカの音楽、アジアの音楽、オセアニアの音楽などです。もう一つ私が民族音楽に注目した理由があります。それは音楽の物理的な側面に目を向けるようにもなったことです。これは言語学の面からも研究されています。言語学が進むにつれて、それぞれの言語に固有の音や音楽、発声の仕方があるということが分かってきたのです。私も皆さん同様、こうした変遷の時代に音楽に関わってきたわけです。見方や考え方は人それぞれですが、私にとっては変わったというよりも連続しているのです。まだピアノも弾きます。でもそれだけではなく、研究にも興味を持っていますし、作曲にも興味があります。知覚の対象が増え、新たな概念を獲得し、より洗練され、世の中の見方も変わってきているわけです。私自身が以前とはまるっきり別のものに変化したというのではなく、継続した私なのです。It's not a departure, it's a continuation. All of this. 現実の社会を見ますとですね、日本もある程度そうかもしれませんが、フィリピンは私の目から見てもやはり人口の大多数はですね、西洋的な音楽でクラシックあり、それからポピュラーあり、こういう、竹の楽器を使ったこういったものっていうものは今確かに見直されつつはありますけれども、まだ大多数の人はそれほどその自分たちのものだとはっきりと感じ取ってはいないような気がするんですが、その辺のジレンマのようなものをですね、どうお考えでしょうか。